飯塚市にやってきました。今回のどんぶりは、よいしょと、あー来ました、こちらです。ブロッコリーと冬野菜が主役のどんぶり。冬野菜美味しくなってきてますもんね。ただ私正直に言いますと、ブロッコリー2年前にようやく食べられるようになりました。ですので人生でまだブロッコリー全部合わせても2、3株ぐらいの量しか食べたことありません。不安を抱えながら向かったのは、こんにちは。こんにちは。ご無沙汰してます。お久しぶりです。そうなんです、実はお会いするのは初めてではありません。飯塚市の若手農家グループの百姓、飯塚市が進める地元の特産品を飯塚ブランドと認定し、地域活性化を図るプロジェクトに今年参加。ちょっと食べれないんです。3ヶ月ぶりの再会です。いやそれマクワウリのブランド化、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。無事認定されましたね、はい、以前お世話になりましたけれども、はい、百姓は夏のマクワウリだけではなく、季節に合わせてさまざまな野菜を作っています。中でも最も旬を迎えているのが、おお、蜜ですよ。詰まってる。すごいっすね。しっかりサイズ感もね。やっぱり有杉さん、この詰まってる感じがいいんですか。そうですね。ぎゅっと締まってるブロッコリーはやっぱりあの味もしっかり乗ってて美味しいですね。あるんだ。実は百姓のブロッコリー生産量は県内1位。ペーペードーム11個分の畑で年間およそ60万株を出荷しています。収穫するとこちょっと見せてもらってもいいですか。押し切る感じなんです。ああ、そういうことなんだ。でちなみに今バンバン切ってますけど、このブロッコリーの葉っていうのは使い道あるんですか。たまにウサギ飼ってる人とかが持って帰ったりはしますけど。まあそれも使い道ですけど。さあ私も収穫に挑戦させていただきました。この辺だな。これ大事ですよ、根こそぎいかないと。取れました。なかなかのトロフィーサイズのブロッコリーが。おめでとうございます。大きくたわわに育ったブロッコリーを次々と収穫。6本を提供していただきました。今旬を迎えている野菜は他にも。ブロッコリーをこれだけたくさん作って他にもまだ作ってるんだ。これはすげえ。ブロッコリーに加えて大根、カブ、人参やさつまいもなどの冬野菜をいただきました。スリムな大根さん。そんな飯塚自慢の野菜を丼に仕上げてくれるのは、ここか。本当普通の民家だ。完全予約制の知る人ぞ知る隠れ家イタリアンサルーテ。失礼します。あ、素敵。いやもう本当に古民家を改築したようなレストランですね、はい、ブロッコリーと冬野菜をいっぱいいただいてきました、はい、これで丼を。丼ですか。はい、お願いしたいと思いますが。はい、なんとか。というわけで調理開始。それにしても材料は野菜のみ、物足りない味にならないか不安です。ご飯じゃなくてパスタを使います。パスタを使う、はい、あ、丼って言いましたけどご飯使わないんですね。すいません。でご飯だとどうしても味足りなくなるんで、うん、パスタだけなら野菜だけでもいけるので。なるほど。そういうアイデアですか、はい。白石さんのアイデアはお米の形をしたパスタリゾーニで丼らしさと味を両立させるというものです。食感はお米と違ってパスタです。知らんか。売ってるんですかこれ。売ってます。直輸入してるとかじゃなくて。じゃなくて普通に売ってます。あ、そうなんだ、はい。ニンニクと唐辛子の香りを移したオリーブオイルでブロッコリーを炒めます。うわ、ここに茹で上がったリゾーニを加えるんです。ブロッコリーのペペロンチーノですね。そして他の野菜はチーズを加えた衣でかき揚げに。さらに片栗粉でとろみをつけたミネストローネであんかけにするとのこと。これらを丼に盛り付けて、
ここにも野菜が。面白い。オープン。うわー、すごいな、こういう形になるんだ。イタリアンって言ってましたけれども、蓋開けた途端はもう和の感じ、うん、でも食べるとバッチリイタリアンです。なんかね、そうなんだ、うんうん、それではいただきます。ブロッコリーがむしろブロッコリーって立ってるわけじゃないですね。そうですね、すごく馴染んでる。野菜の甘みのなんかこう贅沢さっていうか、パスタ自体がそんなにはっきりした食感ではないんだけれども、辛み塩味がある分よく合うんだ。これがむちゃくちゃ美味しい、むちゃくちゃ美味しい。あ、ブロッコリーにもっと早く出会えばよかったと。これからいっぱい食べれます。今から旬なので。あ、いいこと言う。今のところで多分閉まってると思います。